ダ・パンプは日本の男性ダンスボーカルグループ、ライジングプロダクション所属。レーベルはソニックグルーブ、戸カシ・明がプロデュースする。MCAT の楽曲と同様に、ヒップホップでキャッチーなメロディーの歌唱を基本としながら、ラップも織り混ぜて歌うスタイルが特徴である。グループ名の DA はザノスラング、パンプはジャンプで、 音楽に乗って飛び跳ねる仲間という意味で名付けられた。初期メンバーは全員沖縄県及び沖縄アクターズスクール出身である。1996年、玉木幸也と奥本健が健行きなりというデュオを組んで、知念リナのバックダンサーなどの活動。その後、宮永忍と不逸なエッサが合流して4人体制となり、クズというグループを結成。 そして1ヶ月後にビリーザキッズと改名してデビューまで8ヶ月間のレッスンや路上ライブなどで活動をしながら上京する。ビリーザキッズのグループ名はスクールの校長である牧野正幸がビリという意味で命名したものでビリーザキッドにもかけている。1997年1月沖縄テレビの元旦に放送された今年もよろしくワイドショー福袋スペシャルで グループが紹介され、5月には、ルックルックこんにちはで、レッスンやレコーディング風景、ゼップ大阪でのライブ、インタビューなど、デビュー前の様子が取材された。その後も月に一度、ベルファーレ、J、ポップナイトに出演。1997年6月、グループ名が、ダパンプとなって、戸カ昭雄の音楽プロデュースにより、シングル、フィーリングッド、イッツパラダイスマイナスで、 ムーブや水木有沙などが所属する新レーベルエイベックスチューンからの第一弾アーティストとしてデビュー。1997年7月24日、タワーレコード渋谷店でデビューイベントを開催。同年8月、横浜ランドマークドックヤードガーデンでデビューライブが行われ、5000人を動員。10月には、同じランドマーク内のガーデンスクエアのライブで18000人と、前回の 約3倍以上の観客が集まった。1997年10月3日、初のラジオレギュラー番組、資生堂パンプ、ダパンプ学院スタート。1998年2月18日、オフィシャルファンクラブ、パンプ IT、アップを設立。3月には、初のテレビレギュラー番組、DA、DA、DA、パンプがスタート。8月、 初コンサート、ラバンプファーストステージエクスプレッションが大阪城ホールよりスタートし、福岡国際センター、名古屋レインボーホール、日本武道館と全国4会場で開催された。同年12月、NHK 紅白歌合戦に初出場。以降、2002年まで5年連続で出場した。2003年、18枚目のシングル、ナイトウォークから、ブライト、アワーフューチャーまで。 セルフプロデュースに転向。2006年4月、飲酒運転事件により活動を自粛していた忍が正式に脱退を発表。同年、グループは一時活動を休止。2006年9月、プロデューサーに今井大介を迎え入れて24枚目のシングル、オールライトを発売し、3人体制で活動を再開。また、それと同時にファンクラブ名をカリーソウルに改名。 2007年デビュー10周年を迎え、記念コンサートバンピンプンピンツアー2008の開催が予定されて、いたがリハーサル中にイッサが右足を骨折してしまい、4年ぶりのツアー公演が中止となった。イッサのリハビリ中にグループの今後の活動について議論することとなり、その過程でイッサとケンがパフォーマンス中心のグループに再編成するとして、 メンバー全員が後輩を中心に新メンバー募集を開始した。それと同時に、雪なりもパフォーマンスよりプロデュースに集中していきたいとして、音楽から企画構成など裏方からグループを支えるメンバーとして活動していくことにした。2008年12月18日、雪なりの脱退と新メンバー7人を加えて9人組として活動していくことが発表された。 2009年7月15日、新メンバーの大地、健三、友、君、より、ゆ a カズマが加入。音楽プロデューサーに、笹を迎え入れ、9人体制となって、初のシングル、サマーライダーを発売。オリコン週間チャート22位を記録し、新生、ダパンプとして、バラエティや音楽番組にも出演した。同年十二月、県が、方向性の違いとして、 脱退、8人体制となる。2013年、オフィシャルファンクラブが終了。2014年、カズマが卒業という形で、脱退、7人体制となる。10月には7人体制になって、初のシングル、ニューポジションを発売。2017年6月11日、デビュー20周年を迎えた。千葉、マイハマアンフィシアターで、結成20周年記念ライブ。 ライブダパンプ2016から2017、レッドライブ 20th を開催。会場には元メンバーである忍が来場しており、雪きなりからは祝福のコメントも届けられた。2018年6月6日、29枚目のシングル、USA を発売。約3年半ぶりにカムバックし、ミュージックビデオ公開後、3日間で再生数が50万回を超え、 同年10月には1億回を突破した。2018年11月14日、同年12月31日放送の第69回 NHK 紅白歌合戦に出場が決定。グループとしての出演は16年ぶり6回目、一歳以外の現メンバーは初出演である。2019年4月22日、オフィシャルファンクラブ d p c が発足することが発表された。 2019年9月2日、公式ホームページにて、よりが共通類骨骨種で休養することを発表。2019年11月14日、第70回 NHK 紅白化合戦に2年連続出場が決定。通算7回目の出場となった。2019年11月27日、休養していたよりがテレビ復帰、久々にメンバーの7人が揃った。 2021年3月17日発売の34枚目のシングル Dream on the Street が同月29日付のオリコン週間シングルランキングにてデビュー以来初となる1位を獲得。2021年4月1日、大地が持病のヘルニアの悪化を理由に同月末日をもってグループを脱退し芸能活動を終了することが発表された。この記事は 以下のカテゴリでも参照できます。大地に関するカテゴリ、君に関するカテゴリ、よりに関するカテゴリ、優鋭に関するカテゴリ。ありがとうございます。